絶対あるんですよ。おそらくこの手のニュースはカズレーザーさん、その背景のことを詳しく言えないニュースっていうのがある。だから詳しいこと知りたい方は残念ながらネットで自分で検索していただくしかないですよね。まあ、ただ市議会でもヤジ出してる時点で知人がヤジするともうその議員がもう周りに来るんだって数年がかりで、ね、昨日今日の話じゃないってことはまあ一目瞭然なんで、これ表面さらって言ってもしょうがないっちゃしょうがないですよね。ね、慶太君、これ思わずこのニュース見て笑っちゃった人いると思うよ。ねえ、なんで自治会長になれたのかっていう不思議がありますよね。そうですね、はい、全て背景を調べていったら、まあ、とんでもない話が出てくるのかも分かりませんけども、背景がニュースできないこともあるっていう。この、まあ、3月9日でちょっと後になってしまったんですけども、この朝の情報番組フジテレビ特ダネで、まあ、カズレーザーさんとね、小倉さんが相生町の自治会長の件、あれについて、まあ、その何か匂わすようなことは言うんだけども、結局ね、そのどうあっていうことは全然言わないっていうことで、まあ、そのじゃあ何のためにテレビがあるんだとか言って、それってちょっと叩かれてたんですけど、これについてね、カズレーザーさんと小倉さんは悪くないですね。で、むしろね、これを記事にしたあの調べとかね、あとは毎日でしたっけ、あの辺のバイラルメディア、あと SNS で騒いでる人の方が悪いですね、はっきし言って。んで、なんでかっていうと、いや、調べにしてもね、毎日にしてもね、こんなもんニュースにするんだったら、あの自転車の記事から引用してね、リンク貼って、この相生町の事件自体をニュースにすればいいじゃないですか。そんなこたつに入ってね、ワイドショーで誰これ喋りましたなんてことを言ってね、でじゃあ自分らはなんかその革新の部分を載せるのかって言ったら載せないでね、でそういうのをあのヤフーだとか MSN だとかグーとかに配信してそれを儲けてるわけでしょ、安全な立場にいて。じゃあやってることはこれフジテレビの以下でしょ、うん、カズレーザーさんとか小倉さんのやってること以下でしょ。あの人はもう、まあ、ある意味ね、サラリーマン的な立場で、自由に物が言えないわけじゃないですか、組織に入ってるからね。うん、それでもね、そのネットで見るとか、匂わせるところまで行ったっていうのはね、その、本当ギリギリのところまでやったと思うんですよ。うん、だから、それを批判してる人だしね。うん。だったら、ね、テレビの役割を放棄してるとか批判するんだったら、さっきこの動画のリンク貼ってね、うん、あるいはまあこの動画すぐ見れるようにして、ね、直輪して、それで、ね、あのヤフーニュースとかに配信してみればいいじゃないですか、毎日やね、調べが。で、できないわけでしょ。だから、もうあの人はテレビ以下ですよ、あのバイリアルメディアは。最低ですよ。うん、で、そのことに、それで、その SNS とか Twitter とかね、まあ2チャンネルとかでこの小倉さんなんかを批判してる人もね、まあおかしいですよね、うん。こういうことで騒ぐんだったら、じゃあさっきの童話統括の YouTube の動画バン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 ね、Twitter で流しちゃいいじゃないですか、アドレス貼って。で、アドレス貼るのも怖いわけでしょ、結局。そんな騒いでる人たちは。だけど小倉さんとカズレーザーなら叩けると。だけど童話叩くのは怖いと。そういうことなわけですよ。2チャンネルでもあれこれ言ってるけど、じゃあ自転車の記事でね、2チャンネルですれ立てなんてやってないでしょ、うん、怖いわけですよ、なんだかんだ言って。で、2チャンネルなんか童話ネタでね、具体的な地名出したら消されちゃうからね、まあ、相生町とか出したらね、うん、でもまあ今回大手メディアが取り上げたから相生町とか言ってすれ立てできてるわけですよ。だから結局2チャンネルも2チャンネルとか今5チャンネルになったけども、結局あれあのそのオールドメディアにぶら下がってるだけですからね、もう今や5チャンネルも。自分たち独自で出せないわけですよ、こういう、童話とか絡むとね。うん、だから、今回の件に関しては、もうカズレーサーさんとか、この小倉さんは称賛されこそすれね、それをね、非難できる人っていうのは今のところいないと思うし、まあ、これをネタにしてるバイラルメディアとかね、SNS で、ただただ騒いでる人たちの方が本当最低だと思いますね。そういう風に言われたくないんだったら、じゃあ自分らね、さっきの童話動画動画のね、アドレスを貼りましょうとね、ツイッターですぐ見られるようにしましょうと、自転車のサイト直輪しましょうと、引用しましょうと、うん、ということでね、私は言わせていただきました。